顔は松本清長が1956年10月に出版した短編集。松本清長による初めての推理小説短編集として1956年10月講談社ロマンブックスより刊行された第10回日本探偵作家クラブ賞受賞作、及び当該短編集に収録された表題作の短編小説。 本短編集により1957年3月、第10回日本探偵作家クラブ賞を受賞した。日本探偵作家クラブ会長、木に高太郎は、聖長の作品のいずれを選ぶか主従意見は、別れいろいろ議論された結果、顔その他として、圧倒的な支持により全会一致で受賞が決定した、胸を述べた、という、顔は、松本聖長の短編小説。 小説新潮1956年8月号に掲載1956年10月短編集顔に収録された。またはそれを原作とする映画、テレビドラマ。劇団員の井野良吉は石井監督の新作映画春節に出演するよう指名を受けた。映画俳優としての成功を望む井野は興奮したが、同時にある破滅的な不安があった。映画は成功し、は 賞賛を受けるが幸福感とともに絶望感も増大してゆく。9年前の石岡定三郎と山田宮子の記憶が蘇る。1957年1月22日に小畜系にて公開された松本成長原作の初映画化作品。現在は DVD 化されている。主役は新進のファッションモデル水原明子となっている。ストーリー。 東海道線上を走る夜行列車から男が転落し死亡する事件が発生した。闇で打体手術を受け負っていた無免許医の飯島だった。病院の死体置き場に花束が届けられるが、奇怪なことにその送り主は女であるというだけで正体は不明であった。事故と判断されていたが、当初から不信を抱いていた刑事の長谷川は、 殺人ではないかという意を強くする。花束を送ったのは水原明子であった。明子は水商売で働いていたが、あるきっかけからファッションモデルになるチャンスを得、成功をつかもうと必死になっていた。明子にはプロ野球選手、江波明という恋人もいた。しかし、明子の過去を知る男、飯島哲次が明子の未来にとっての障害であった。同じ夜行列車内で明子と、 飯島は、いい争いになり、飯島は、列車から転落した。アキコと飯島のいい争いを偶然目撃した、石岡はアキコが落としたコンパクトを、現場から持ち去った。石岡は、目撃談をネタに、警察やマスコミから小金を得るとともに、アキコにも接近していく。キャストタ、スタッフエピソード1958年版1958年7月29日。 日本テレビ系列の名作劇場は国手放映。1959年版1959年8月27日、富士テレビ系列の木曜歓劇会は国手放映。1960年版1960年11月7日と11月14日、KR テレビ系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本成長シリーズ黒い断層の一作として2回に渡り放映。 1962年版1962年10月25日と10月26日 NHK の松本成長シリーズ黒の組曲の一作として2回にわたり放映。1963年版1963年9月15日ネット系列の塩野義日本映画名作ドラマは国手放映。1957年公開映画のテレビ版リメイク 主演は映画同様対僕九1966年版1966年3月29日、関西テレビ制作、フジテレビ系列の松本成長シリーズは国手放映。1978年版1、松本成長、女シリーズ、心の影。1978年6月4日、TBS 系列の東芝日曜劇場は国手放映。 視聴率19.2%。進撃の女優、吉江を主人公としている。1978年版に松本清張の顔、死の断崖。1978年11月18日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。視聴率14.5%。1982年版、松本清張の顔。 1982年9月3日から1982年9月24日まで TBS 系列の金曜ミステリー劇場枠にて全4回の連続ドラマとして放映。平均視聴率18.1%。ライブハウスの人気歌手、夏川慶を主人公に設定している。1999年版松本成長特別企画、顔。 1999年10月7日21時 -22、54、TBS 系列にて放映。視聴率15.4%。女優を目指す井野良子を主人公に設定している。2009年版、松本清張生誕100年を機に、松本清張ドラマスペシャルとして、テレビドラマ化され、 NHK 総合にて2009年12月29日の21時から22時13分に放映。矢原翔介主演。DVD 化されている。2013年版、松本成長スペシャルがは、わ2013年10月3日の21時23時14分、富士テレビ開局55周年特別番組として放送。時代設定は昭和22年と、 その9年後としている。主演は松幸康子。心の影に関するカテゴリー。ありがとうございます。